さんの頃からなぜだかおばあちゃんと暮らしてた。実家の隣だったけどおばあちゃんと暮らしてた。毎日お手伝いをして五目並べもした。でもトイレ掃除だけ苦手な私におばあちゃんがこう言った。トイレにはそれはそれは綺麗な神様がいるんやで。だから毎日綺麗にしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで。ありがとうございます。